キャッチクエスチョンズアカデミー第7回、今回は前回の動画に引き続き、配列やループ構文について、こちら X コードのシミュレーターで、動きを確認してみたいと思います。まだ前回の、動画をご覧になってない方は、第6回の、動画の方を、ご覧になってから、こちらを見ることをお勧めします。まず、こちらの、新しくこう X コードでプロジェクトを立ち上げた状態です。で、こちらに早速ちょっとコードを書いてみたいと思います。まずストーリーボード出して、で、この中に必要なボタンとか、その辺のラベルだとか、そういったものをちょっと、入れていきたいと思います。で、今コマンドシフト L で、ストーリーボード選択してから、このツール呼び出します。で、今回は、そうですね、まずは、このピッカービューっていったものをちょっと入れてみたいと思います。で、ピッカービューっていったものは、ドラム式の、この選択ですね、のものです。なんか上下にこう回転させて、何か複数こう要素があったときに、何か選択したいときにこう使えるやつですね。これ、スビフトでもう、X コードで常にこう、オフィシャルで提供されているものなんで、結構使えるやつなんで、ぜひちょっと覚えておいてもらえたらと思います。今、アウトレットでソースコードのところに接続します。で、こちらに、ピッカビューっていったものの、こちらですね、オブジェクトをこう作って接続して、で、それから、今度は、前回ちょっと勉強したこの、配列ですね。で、果物ですね。果物の配列を、ちょっと書いてみたいと思います。で、こちらに今書いてるものは、前回の動画で説明したものと、同じ、こちら、括弧内に、文字列要素ですね。果物の名前を、どんどん入れてって、バナナ、パイナップルとかメロン、オレンジ、アップルとか、そういったものをちょっと作ってみました。次に、こちらのクラスの、隣に、プロトコルを、書いてみたいと思います。で、こちらの、今回のピッカビューみたいなものは、あらかじめこの X コードから用意されている、所定の書き方っていったものがあるんですね、使うにあたって。で、それを、その書き方を、の要素をちょっと利用するための約束事みたいなものをちょっと導入するために、書くもんですね。で、こちらの有名なものはテーブルビューだとか、テキストフィールドだとか、そういうのがあるんですけど、この、今回のピッカービューですね、ドラム式の選択のものについても、プロトコルっていうものがありまして、これないとドラム式のものが作動しなくなっちゃうんで、これはこのピッカービュー使うための、おまじないみたいな、そんなものとして、ちょっとクラスの横にこういうふうな感じで書くんだなって覚えておいてもらえたらと思います。で、書いた当初はこのようにこう、赤文字でちょっとなんか足りませんよみたいな表示が出るんですけど、こちらですね、今から、この、エラーを、解消するために書く、プロトコル、手順みたいなもので、その、手順に従って、書いていきたいと思います。はい。では、まず一つ目なんですが、こちらは、Number of Components といったものですね。で、それから二つ目が、Picker View ですね。こちら両方とも Func と書いて、機能を示すものなんですけど、これが、Picker View を動かすために、必要となります。このピッカビューの中に、ちょっとコードの方も、書いてみたいと思います。はい。で、あらかじめ指定された中に、こちら、1と記入しました。で、またもう一つ表ピッカビュー、こちら、値設定するためのものも、ちょっと書いてみたいと思います。で、こちらですね。はい。こちらのピッカービューの、この、中の要素の、文字を指定するための、
こちら機能ですね。これをちょっと今書いてます。ここは先ほど上の方に書いた配列ですね。配列のデータを、示すためのものです。で、ここで、一つ約束事として、dedLoad とかに、こちらのデリゲートですね。デリゲートを設定する必要があります。で、この、まあ、デリゲートといったものは、こちら、この命令を、こっちにちょっと任せるみたいな、そういうようなもんなんで、これちょっと説明すると難しいんですけど、まあ、何か、プロトコルとか書いたときに、まあ、大体did load あたりにこういったデリゲートっていったものもちょっとセットで必要なんだなぐらいでちょっと覚えてもらえたらと思います。では早速ビルドしてみたいと思います。この状態で配列の中が、はい、今ちょっと出ましたね。なんか iPhone にでバナナしか出てませんね。これがなぜでしょうか。このコードでどこに、まあ、要因があるかって分かる方もしかしたらいるかもしれないですけど、ちょっとここを見てみましょう。で、プログラムっていったものはやっぱ結構よく分かんないものがあるんで、結構書いたものの数字をちょっとだけ変えながら、まあ、ビルドを何回かし直してそれがどういうふうに別に移るのかとかそういったものをちょっと見てみるとより理解が深まるので、本体の全てを覚えるというよりかこういう少しずつ変えながら、このビルドを何回も重ねながら見るといいですね。で、今果物3つになりましたね。で、このピッカービューのリターンの数字を3に変えると配列の3の中まで取り出せるんだなみたいな、まあ、そういったことが分かってくれたら本動画の意味があるので、まあ、こういった形でのプログラムっていうのは学んでいくものだと私は思ってますので、こういったビルドを何回も重ねるものの動画をこれからもちょっと作っていきたいと思いますね。で、まあ、要はこの数字が配列の、まあ、いわゆる数をちょっとに大事なところなんだなっていうのは分かるので、で、配列すべての数をじゃあここにちょっと打つと、まあ、こういった形ですべてのですね、配列データをここにこう反映させることができましたね。1だと1つしか反映できなかった。3だと3つしかできなかったけど、こういった配列の要素の数を数えるようなんですね。こういったものがあると、すべての配列反映できました。で、もう一つ上の方の、こちらのファンクション2にするとどうなるか見てみましょう。で、2にすると、はい、こちらドラム式のものがなんか選択肢2つ増えまして、ね、はい、こんな感じでここの数字変えると、まあ横になんか配列の選択項目が1つ増えるのかなみたいな、まあそんな感じでちょっと覚えてもらえたらと思います。はい。で、やっぱこれはまあ1の方が今配列1種類しかないんで1の方がいいですね。なので1に戻します。はい。では、もう一つピッカービューの方ですね。ここには何が反映されるのかなっていったもので、なんか文字源みたいなのが反映されるのかな、であればちょっとなんか少しちょっと文字足して表現するとどうなるのかな、まあ、こんなような感覚的にこう iPhone のアプリっていうのは作っていくものだと思ってますので、こういうふうにちょいちょいなんか書いてあったものを変えながら見ていきましょう。そうするとやっぱやっぱ文字列の、まあ、いわゆるドラム缶の選択項目の文字に関して重要なところなんだなみたいな感じで分かると思うので、まあそんな感じで感覚的にですね、感覚的にやっぱプログラムってものは理解していく時代になってるのかなというふうに私はちょっと思ってますので、こういうようなプログラムの構文とかそういったものを完璧に覚えるよりか変化ですね、変化と感覚、こういったものが今後の時代に重要になってくると思うので、少しずつ変えながら動かして、それでこうどういうふうに動くかっていうのを見ていく、ここが大事だと私は思っています。はい。では次にボタンをちょっと組み込んでみましょうか。で、ボタンをちょっと組み込んでこれを入れます。で、ちょっとやはり新しいこうねボタンとかそういうラベルとか組み込むとレイアウト変わっちゃうんで、でここはオートレイアウトでリセットして、もう一回クリアして、もう一回再設定するっていうのをちょっとお勧めします。特にストーリーボードではこの操作大事ですね。で、これで今ボタンを、アウトレットでソースコードの方に今、コネクトしてます。はい。で、ちょっとボタンでちょっと動作させるようなものをちょっと作ってみたいと、思いますので。はい。で、この今書いてる箇所はボタンを押したときに、どういうような、まあコードですね、どういった動きするかっていうのをちょっとお見せしたいがためにちょっと今ちょっと書いております。
で、今回ちょっとお見せするのは、要素をちょっと増やしてみたいなって、まあ、初期設定の、果物よりか、ちょっと要素を増やしてみたいなっていうようなものをちょっと作ってみたいと思っています。で、ここですね、アペンドといったものは、要素に一つ新しい要素を追加するというような意味合いがありまして、そこに、新しい文字ですね、ちょっと今書いているところなんですけど、最後はアップルとなっているので、Apple 2、Apple 3、Apple 4みたいにボタンを押すたびにどんどんこう要素が追加していくような、そういったものを今書いてます。で、ピックアビューは更新するためにリロードの、ファンクションがちょっと必要になるんで、最後にちょっとおまじないとしてピックアビューの後にリロードの、こちらアクションでちょっと入れたものもちょっと足してます。これによって配列が追加させてピックアビューを更新して新しいピックアビューの要素を表示させるといった動きが実現することになってます。で、今ビルドしてみてどうなるか見てみましょう。はい、で、ボタンもちゃんと表示されてますね。で、この今配列、初手のものしかないんですけど、今ボタンを押すと、はい、増えました。Apple 2が増えましたね。で、どんどんボタンを押すと Apple 3、Apple 4みたいな感じで、どんどんボタンを押すごとに、このですね、この箇所がこう反映された新しい配列が追加されて、当初あった配列よりもちょっと数多く新しい要素が追加されるような、そういったものができました。はい、以上で今回の配列とループ構文についての X コードでのおさらいといったものは終わりとなります。まあ、何か今後のご要望とか質問とかそういったものがありましたらコメント欄にご意見ください。またこちらの番組よろしければ番組登録の方もこちらのアイコンからよろしくお願いいたします。